はいどうも、実行の時志野亮太です。今日は思考 SP シリーズの紹介をしたいと思います。で、今回紹介する思考 SP シリーズはこんな感じの包丁になります。それでこの包丁は思考シリーズの、スペシャルエディションみたいな感じになるんですけど、今回なんでこの包丁を作ろうかなって思ったかっていうと、実行の京都店が4月1日にオープンしたんですけど、そのオープンに合わせて、記念包丁みたいな感じで作った包丁になります。はい、なので今回のこの包丁は思考シリーズの、スペシャルエディションになるので、基本的には思考シリーズと同じ種類の包丁があります。それで包丁の種類としては、切り付けの刺身包丁と先丸の刺身包丁で、切り付けの出刃包丁が、思考シリーズである3種類になるんですけど、それに加えて片刃牛刀と片刃三徳と片刃ペティもこの思考 SP シリーズに追加することになりました。なのでこの思考 SP シリーズは全部で6種類の包丁の種類があります。はい、それでこの思考 SP シリーズの鋼材なんですけど、鋼材の種類は白髪ミニ号と青髪ミニ号、あとステンレス系の銀さんっていう3種類があります。ちなみにこの鋼材の違いとかは、簡単に説明すると、白髪と青髪が鋼系の鋼材になるので、錆びるんですけど切れ味がいいタイプの鋼材になります。でそれに対して銀さんっていう鋼材はステンレス系の鋼材になるので、切れ味は鋼よりも少し劣ってきたりはするんですけど、その代わり錆びにくくて手入れがかなりしやすい鋼材っていう感じになってます。であと切れ味以外の違いで言うと、研ぎやすさも鋼の包丁の方が研ぎやすかったりもします。でこの鋼の包丁は白髪と青髪があるんですけど、この2つの違いが何かっていうと、白髪の方が研ぎやすくて、切れ味も結構よく仕上げやすい鋼材になります。でそれに対して青髪の方は白髪よりもちょっと研ぎにくいんですけど、その代わりに切れ味が結構長持ちするよっていう鋼材になってます。はい、続いて今回の思考 SP シリーズに使っている絵なんですけど、この使っている持ち手の方は純白の銀巻きになってます。でこの白いのが何かっていうとレジンになります。で、レジンっていうのは樹脂ですね。はい、なので今回の思考 SP シリーズは木材を使っていなくて、全部レジンになっているので、衛生的にもかなりいいんじゃないかなと思います。はい、それでは次が包丁の種類1つずつ見てもらおうかなって思うんですけど、まず1つ目がこちらですね。はい、こちらが切り付け刺身包丁になります。で今これ持っているサイズが 300mm 尺っていう長さですね。で切り付け刺身包丁の長さの種類でいうと8寸、9寸、尺、尺1、尺2っていう5種類で、240、270、300、330、360mm っていう大きさになります。でこの切り付け刺身包丁、どこからどこまでのサイズを測るかっていうと、この A とここの部分ですね、この A と包丁の付け根の部分からこの切っ先のとこまでのサイズを測ります。なので今回のこの包丁は 300mm なんですけど、ここからここまでの長さが 300mm っていう感じになります。ちなみにこちらの包丁は青髪2号使ってるんですけど、青髪2号は後ろがこんな感じでなみなみっていう感じになっています。はい、それでは続いてはこちらですね。はい、こちらは先丸の刺身包丁になります。でさっきのが切り付けで、こっちは先丸なんですけど、用途はどっちも同じで、両方とも刺身を引く包丁になります。でこっちの先丸の方は結構刀チックな見た目になっているので、刀の見た目好きな方はめちゃくちゃ好みなんじゃないかなと思います。でこちらの包丁は長さは 270mm 9寸っていう大きさですね。はい、それでこの先丸の刺身包丁もさっきの切り付けの刺身包丁と同じで、この柄の付け根から包丁の切っ先、ここの部分までのサイズを測ります。はい、でちなみにこちらの包丁の裏はこんな感じになってるんですけど、はい、さっきのと比較するとまっすぐになってるかなと思います。はい、でこのまっすぐな境目のやつは白髪2号を使用しているタイプの鋼材になります。はい、それでは続いてはこちらですね。はい、こちらは切り付けの出刃包丁です。で、出刃包丁っていうと普通先がこうちょっと丸くなってとんがってるんですけど、これは切り付けにしてある出刃包丁になります。で、切り付けのタイプと普通のタイプの出刃包丁の違いは、基本的にそんなに用途が変わるってことはないんですけど、魚さばくときに皮目最初に入れるときに結構とんがってるので入れやすいっていう感じになります。あとは切り付けの見た目が好きな方とかはかなり好みなんじゃないかなと思います。はい、それでこちらの出刃包丁のサイズは 180mm、6寸っていう大きさになるんですけど、で出刃包丁のサイズの測り方は先ほどの刺身包丁とは少し変わってきて、実際の刃渡りを測ります。
なのでこの包丁の顎って呼ばれるここの部分から包丁の切っ先のここの部分までの長さを測るっていう感じですね。なので、まあ、今回のこのデボ包丁はここのサイズが 180mm っていう感じになります。はい、それでは続いてがこちらの包丁になります。こちらは片刃牛刀ですね。はい、それでこちらの包丁は通常の牛刀と違って完璧な片刃の牛刀になります。まあ、なのでざっくりどういう感じかっていうと、まあ、刺身包丁とか出刃包丁って、まあ、片刃の包丁になるんですけど、まあ、あれと同じような構造の包丁ですね。まあ、なのでこう見た時に普通牛刀っていうのはこの表側と裏側が同じような見た目になってるんですけど、この片刃牛刀は見てもらっても分かるように表側はこんな感じで真ん中にここしのぎっていうのがあって、まあ、こういう刃境みたいなのがここにあるんですけど、こう裏見たら裏はどっちかっていうと全体的に銀色になってるかなと思います。で、まあ、この裏側はちょっとへこんでる裏すきっていうのがあります。なので、まあ、包丁研ぐ時とかは基本的にはこっちをしっかり研い でこの裏側は裏押しって言ってこの縁だけを研ぐっていう感じになります。はい、それでこの包丁に使ってる鋼材なんですけど、これはこんな感じで銀酸っていう刻印が入っています。でこの銀酸って刻印が入っているやつは、まあ、銀酸っていうステンレス系の鋼材を使っている包丁になります。はい、それでこの片刃牛刀の長さは 210mm7寸っていう大きさになります。はい、それでこの片刃牛刀のサイズの測り方はさっきの出刃包丁と同じ測り方になるので、この顎から切先までの長さで測ります。はい、それでこの片刃牛刀のサイズは 21cm と 24cm の2種類になります。はい、それでまあこの片刃牛刀なんですけど、まあ、この片刃牛刀僕めっちゃぐちゃ好きな包丁の種類になってきて、まあ、僕お家とかでも料理結構するんですけど、まあ、料理するとき大体この片刃牛刀とか使ってます。はい、それでは次がこちらの包丁になります。こちらは片刃三徳包丁になります。でこちらもさっきの片刃牛刀と同じで三徳包丁っていうのは基本的に両刃の包丁になってるんですけど、まあ、それの片刃バージョンっていう感じですね。まあ、なのでこちらもこんな感じで裏と表で見た目が変わっているかなと思います。でこの片刃三徳のサイズはこれ 180mm なんですけど、まあ、この 180mm だけのサイズ展開になります。はい、でまあこの片刃三徳はまあお家でちょっと本格的に料理したい方とかにかなりおすすめの包丁になってきます。で使用感とかはさっきの片刃牛刀にかなり近いような感じの使用感になるので、まあ、じゃあどんな感じの料理するときに活躍するかっていうと、まあ、例えばお刺身切るときとかもこの片刃三徳で引けますし、まあ、鶏肉とか切るときとかも切れ味がいいので、まあ、かなりスムーズに切ることができます。まあ、特に刺身とかは角が立ったようなお刺身を作ることができるので、まあ、ぜひお家で本格的に料理したいって方はこの片刃三徳かなりおすすめです。はい、それでは続いてはこちらになります。これが最後なんですけど、こちらが片刃ペティになります。で、まあ、こちらも先ほどの片刃牛刀と片刃三徳と同じで、まあ、ペティって普通両刃なんですけど、こちらも片刃にしてあるタイプのペティになります。はい、それでこの片刃ペティの長さは5寸 150mm っていう長さになります。でこちらのサイズの測り方も刃渡りこの顎から切っ先までのサイズを測るっていう感じですね。はい、それでこの片刃牛刀と片刃三徳と片刃ペティなんですけど、本当にめちゃくちゃ切れ味良くて使いやすいので、まあ、特に和食の料理人さんにはめちゃくちゃおすすめしたい包丁になります。まあ、っていうのもやっぱり片刃の包丁になるので、薄刃だったりとか刺身包丁、まあ、柳刃包丁だったりとかと結構似たような使用感になってきます。でやっぱり片刃なので、まあ、ちょっとかけやすいとかっていうのはあるんですけど、その代わりめちゃくちゃ切れ味がいいので、まあ、片刃で慣れている方にはめちゃくちゃおすすめの包丁になります。はい、ということでこんな感じで包丁の種類が6種類あります。で鋼材の違いをまとめると、青紙と白紙と銀酸っていう3種類があるんですけど、まず青紙がこんな感じでモンタンっていう波々の模様になってます。で白紙がこんな感じでまっすぐっていう感じですね。はい、それと3つ目、こちらが銀酸っていうステンレスで、まあ、銀酸はこういう地境がなくて銀酸っていう刻印が入っています。はい、まあ、なので鋼材の違いはここで見分けると見分けれるかなと思います。で表を見ると、まあ、青紙か白紙か銀酸かっていうのはちょっと分かりづらいかなと思います。で、まあ、絵もこんな感じで全部一緒で、まあ、本体も霞シェアになっているので、まあ、よく見ると霞のかかり方とか、まあ、刃の光り方が違うので、まあ、めちゃくちゃ見慣れている方はどれがどれかっていうのを
見分けることができるんじゃないかなと思います。はい、ということでこれが思考 SP シリーズの紹介になりました。で、今回の思考 SP シリーズはもう見た目もこんな感じで清潔感もありながらめちゃくちゃかっこいい見た目になっているので、まあ、結構いろんな方に好まれるんじゃないかなと思っています。で、この思考 SP シリーズは今回の京都店オープンに合わせて作った包丁になるので、まあ、最初の方は京都店にしかないこともあるかなと思うんですけど、まあ、ちょっとずつ東京店や大阪の難波店とかリンクス店にも在庫していきたいなと思ってますので、まあ、ぜひ各店舗お近くの方は実際に見てみてほしいです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。